君に当局日、茂光明の図案、フランツ・ヨーゼフ勲章の図案、アドルフ・マクシミリアン・フェルディナンド・グリッツナーは、ドイツの文章学の権威。ベルリン政庁で、文章館を務め、著書の君記師団に関する図鑑は2000年まで版を、重ねている。ドイツ領像、ラウで生まれ、ベルリンにて死去した。バチカンから初めて、イギリスを訪れたローマ教皇大使、ブルーノベルンハルトハイムは、 グリッツナーをドイツ語に文章学という言葉を明確に定義したと評した。1893年に出版した基士団の定義書は後に大きな影響力を備え、プロイセン王国の文章官の立場から身分を寄属と偽る者の摘発に関わっている。グリッツナーの立場は皇帝二つけ注意待遇とされ、息子のエーリッヒ・グリッツナーも文章官権、広報官である。 ありがとうございます。